そのテレビは宮崎 CNN のニュースの時間です。キャスターの宮崎太郎です。任期満了に伴う宮崎県知事選は12月9日に告示され、いずれも無所属4人の新人が届け出ました。当初、農業、宮本大前氏39歳、前副知事の河野俊氏46歳、共産党県委員会委員長の津島忠勝氏65歳の3人でしたが、告示日の前日、元県商工観光労働部長の中満正一氏64歳が立候補を表明しました。12月8日夕方、宮崎県庁で記者会見した中満氏は、これまでに立候補を表明している3人はいずれも県外出身者であり、地元のことを一番知っているのは地元の人間だと話しました。元県職員で、県商工観光労働部長やサミット誘致推進協議会事務局長など務め、2004年から宮崎観光コンベンション協会専務理事、2008年6月からは九州観光推進機構協議員会議長を務めています。行政経験豊富で地元出身者とあって十万氏に期待する声もありますが、県内の各政党は知事選に対する方針を決めています。立候補表明が遅きに失したという感は否めません。また、しがらみを抱えていた松方県政を支えていた一人ということもあり、これらのことが選挙戦にどう影響するでしょうか。今回の宮崎県知事選では、高邸駅からの復興、再生が大きな争点となりますが、県内の医療機関での医師不足の解消、福祉政策、産業振興などの県政課題、東国原県政に対する評価なども争点となるでしょう。東京は12月26日の午前7時から午後8時に、宮崎県内783カ所の投票所で行われます。期日前投票、不在者投票は、12月10日から25日まで、午前8時30分から午後8時となっています。今後、4年間の宮崎の進む道を決める大切な選挙です。皆さん、12月26日は、投票所に行きましょう。ニュースをお伝えしました。宮崎太郎でした。